しまーす。あー、来たこれ誘拐されやすいめちゃくちゃ怖いよあ、あ、じゃーす、はい、じゃーあー、来た店からのお金食べてる、ね、物飲むえ物飲む飲んでないし見て見てこれこれこれえあ、飲酒運転のどうだろうキミハウスのママの、はい、キミコさんですはいよろしくお願いしますお願いします場所取らしまっていいですかあ、どうぞすごいでもちょっとなんか場所もしよかったら貸してもらえないですかあ、これ、ジェッツはいカンちゃん、パブル入ってないですかはい、またパブル入ってますかかっこいいなぁクラスですかここいや、150くらいですかわからないで、買ったんですか今そんな値段で買えなくてすごい、めっちゃ増える今は買えないお仕事は何ですか体感やでマジですか、はい、体感で一言殴っとるじゃないですかこれいいっすかすみませんこれお土産ですあどうなチーム休みからあ、ありがとうお君のママ君を抱えなきゃ買ってきてくれないから白い子なんですかちょっと怪しいけどちょっと怪しいけどこんにちはこんにちはいいですか YouTube これチーム名だからなかっこいいですね YouTube これどっから一人東海市東海市不要な思う顔が早いじゃあお久しぶりですお久しぶりです怖い人お久しぶりですちょっとなんか優しく見えるお二人がある人ですよねあのここしか入ってないですよ黄緑もう変わりました黄緑色の運転やばかったんですかあ、どれですかえ、すごい何個も通ったギラギラすげえじゃんこの前、ま、なんか蛍光の黄緑だったのにで、ヘルメットもなんか鉄仮面みたいになってそうすごいかっこいいわかけとかマジで車両ベースでも無駄もんやばなんか溶接屋さんでしたっけいや何屋さんかいトヨタに怒られるんちゃうんすかこれまあ本当じゃないですかこれ敵だで投資家かなんか出てましたよね確かなんか大丈夫かこれ大丈夫これですこれまた違うやつ前だってあれですよねイメージのですよねあ、こんにちはキミコのとこですあ、おーもう覚えてない覚えて、いや、わかるよ俺の1個下ぐらいでしょそうでしょマジで、でも、老けたね老けたねおーカツノ君、ちっちゃくなったっすねそんなことないよ、でかくなったもう今からちっちゃくなってくる髪の毛も増やしたもん、ちょっと伸びたはずなんだけどさじゃあ、YouTube 見てもなんか大きく見えるらしいあ、そうっすね、そうっすね案外ちっちゃいっすねってよく言われる失礼だぞと思ってそうそうな覚えてないとかいやいやなんか面影はあるけどもっと可愛い顔しようとやなあそうだねちょっと悲しいね確かパクられるだろパクられるそれ使えやカットやもうこれ確か何歳の時だ中3の時にもうセット入っとったんでそうだよね確か使えない使えない使ってください使っていいですかいいのいいっすよ全然いいよ全然使ってちょっとぜひすいませんじゃあちょっと文句に来て金持っとるやん奥さん若いでしょ奥さんいや37です37ええ44だって7個下ぐらい7個下お前ってなんて言うの上ぐらいかあ、分かった。あの勝信君とデレ喧嘩して。あ、そうそうそう。なんかまあ中学の時からお茶かったもんな。そうですね。そうそう。それはすごい覚えてる。でもちゃんと礼儀正しかったしね。奥さん、こんな男の子がいいんですか。動画大丈夫ですか。安心しろ。優しい。三者盗んでないですか大丈夫ですかすごいなすごいこれな、GT? はいちょっと音聞きたいないいっすか一緒
すごい。から盗んだものじゃなければ音聞きたい。大丈夫ですか。すごいもんな、何百万円の。おー、いいじゃん。あんたがもうこれ多分あの若い時に現役の時に使っとったやつじゃないですか。大丈夫ですか。すごい大差集まってきた。ここは映るんかな。怖いよ。ちょっといいですか、声出してみて。いいですよ。関西の方ではないですか。関西の方。あ、ちょっと今ちょっと止まりましたよ。違います、海の向こうです。海の向こうです。おいくつなんですか。50ちょい。あ、マジですか。でも昔からバイク好きで。そうですね。乗ってこられてるんですか。そうですね。完全にお仕事なんですか。どうですか。運転手さんです。あ、トラック運転でも高いっすよね。あ、まあですね、今だと。あ、まあでも自営かなんかでトラック。あ、違う違う、自分で。あ、自分じゃなくてあの会社員で。おー、コツコツと。もうずっと好きなんですか、若い時から。そう、ちょっと離れてたんですけど、はい、まあ子供も手が離れたので、はい、まあ、ちょっと自由になったかなみたいな。ちょっと安心する。うん、なんか優しいですよ。すごい優しいオーラがすごいもん。優しいオーラが出てる。優しいですよ。みんな優しいっすよ。顔は怖い。顔は怖いけど。ちょっとキミコ。はい。ね、YouTube 撮ってよみたいな。言う割にさ、放置するの。ごめん。ごめん。ちょっとマジ放置。怖いけど。これ誘拐されやすい。マジで。まあ、この人悪い人でしょ。悪い人。めちゃくちゃ怖いよ。誰々なんですよ、これカメラもすごいですよ、今。僕、あの怪しい人。怪しい人しかないから。スーちゃん、カメラいくらだっけ。レンズ3個とカメラで104万4万。これバイク乗ってきて。バイクが1200万やばい。何やられたんですか。何してるんですか。いやいや、ちゃいますよ。さあ、殺し屋か。殺し屋は20年前です。一体頃マジですか。バイクが1000万。ちょっと見させていいですか。バイクはね、買い取り1000万。すごい。1000万。いい。改造機だけで。まあ、何お仕事マジでないですか。建設。建設ゲット。カツアゲット。建設カルテル。カルテルのボス。建設カルテルのボス。カツアゲット。マジですか。鈴鹿の方ですか。そうです。鈴鹿ツーちゃん。さっきとね、事故してもう引退したけど。ちょっと素人でレーサーをする。あ、本当にちょっと自分ちょっと見入ってると思う。やばい。教科書骨折って。うわ。10R って忍者ね。はい。あ、もう本気でやってたんですね。本気でやってた。ええー。いや、お姉さんちょっと個人的に取材したいな。スーちゃんね、若いのが大好き。二十歳も年寄り。二十歳はギリギリセーフ。二十歳ギリギリセーフ。危ない危ない。危ない本当危ない。おめでとうございます。今日はポルシェがなんか今日車検でないんですよ。またないんですよ。今日もないんです。すいません。奥さんと仲良さそうに登場してくれて。あの最近乗り出しました。あ、奥さんに乗ったんですか。免許取りました。すごい。俺も400の免許取ったんですよ。本当ですか。まあでもキンプのバイク乗らしてもらおうと思ったらもう免許取れちゃうもんね。まあ400とりあえず取って、じゃ次は大型行こうと思って。代わりに乗ってよ。後ろ乗せてよって。後ろ乗せてよって。返されるでしょ。あいつ調子乗っとんな。仕事なんだよ。しょうがないんで許してください。仕事なんで。普段もうカメラ止まったらこんなこと絶対言いません。あ、これもかっこいい。あ、これもなんかチーム名ですか。あ、そうですか。あ、そうです。へえ。勝野見て。けないです。勝野見てこの歯。この白さ。まさかの知り合い。あ、知り合いだ。いや、リリちゃんのいいとこ。あ、マジ？あ、そうそう。あ、本当ですか？あ、今日撮影で？そうです。ありがとうございます。お願いします。いや、この人の職業聞いて。何これ200件出たんだ、まだ。やばいですか？いや、マジ、まあまあやばいよ。懲役太郎でしょ？懲役太郎でしょ？もう4回目とかでしょ、多分。坊さんとかで。また聞いてびっくり、聞いてびっくりだよ。何ですか、何ですか？坊さんをやらせた。本当ですか？全然。大丈夫ですよ、俺出てる動画。大丈夫ですか。ちょっとじゃあちょっとあのちょっとなんか読み上げてくれますか。安全を祈願しましてよろしくお願いします。はい、マカオハニアラムシャスティー。おー、本物やん。すごい。
すごいな。声ちっちゃいね、ちょっと。いいですか？ちょっと大丈夫ですか？殴りかからんでください。ここはチームなんですか？はい、そうです。セブンスター。へぇー。そうです。最近なんかツーリングの撮影してますよね。あの金庫のやつに手詰まって。あ、ですよね。もうそのシュトレスに出てこれない。じゃあ、なかなか悪いですね。これ見て悪すぎる。もう今ドキドキしちゃうんですよ。これ以上集まってる。これどうやって食べんだよ。いいじゃん、車取ってあげてよ。西尾から来るんだもん、そんな。早く飲みたいんでしょ。ゴルフ違う。飲みよりゴルフで。本当は開けるんかなと思ったで、うん、練習行った後ぐらいやったら開いとったら行こうかな。あ、開けます。出て、俺らだけだ。こんなにもっと似合ったよ。まず店がすぐ悪いよ。店がうわーって言われるよ。家に来ないから開けますよ。なんなら2人しかいないじゃん。いいよ。ちょっと高くなるから。ありますよ。今日は5万いいよとかいいかもしれない。ありますよ。でもね、視聴者の皆さん、本当にね、俺これもう3回目だけど、本当にリーズなので、毎回で、まあ、1人6000円なのかな。そんなもんだよ。食いまくって免許がなくなるから、使っていいの？もう全然使っていいよ。免許なくなるもんで、まあ、今日最後にみんなで集まって、さあお祝いだ。お祝い、そうだね。まあお披露目。あの自転車くれたのがさっきの弟さんですよね。そう、あんな自転車を、ね。ピンク色のね。そう。それも中古だから。中古だから。久々の中古だから。なんか、ネズミ子やってる人みたいな。壺とか売ってないですか？いやいや、なんかね、昔ちょっと使ってたするんですけど。うるそうだな、この人。まだいくつだったっけ？今21です。マジですか？怖っ。昔の映像を見せたり。いや、そうですね、ちょっと真面目になったんで、もう昔もちょっとリーゼントだったんですけど。ちょっとエンジン聞きたいっすね。あ、エンジンっすか。おー、すごい。うわーうわーわーってなんですか。めっちゃおもろくないですか。あーあー来た来た来た、あれバカップル、バカップル、バカップル、あーごめんなさい、2回見てもらおう、ありがとうございます。バカップルだよ、バカップル。完全な話です今。わー、ありがとう、すごい。帰るわ。早い。すごいな、これ YouTube 使って大丈夫ですか。あ、これは大体大丈夫。レベル上がる音っす。すごい。レベル上がりました。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 ありがとうございます。はいもんね。もうなんかもっと目立つ格好してこんかったら来なきゃいけなかったんじゃないですか。キラキラしなかった。そう、もっと。たださ、集まって何をやるかって何もやらないんだけど、ね、みんなで喋ってるだけみたいな。だけどなんかこうやって集まると久々会う人と会ったり。あ、確かに再会ってね。そう、そういうの、まあ、そういう感じだよね。これだけ動画見るとみんなこんなことばっかりやってるやつが集まっとんのかなと思うけど、うん、そうじゃないんだよね。そうじゃないんだよね。
じゃない。もう危ないかもしれんな。私のやつは、私のやつは。私のやつは。はい、聞かせてください、聞かせてください。私のやつは。おいくつでしたっけ？22です。22やもん。出てきたんですか、じゃあ。いやいや。ピンクは可愛いね。すごい。ナイトミーティングって言うんだよね、ジャイアン。反射ゼロですよ。ゼロだよね。反射に見えるけど違うよ。違うよ。いろいろ声かけさせて、動画に撮ったことある。みんな撮ろうよ、みんなね。いい？ちょっと、後ろ来て。今日、撮影ありがとうございました。ありがとうございました。せーの。またねー。ちょっと優しい顔になった。